吉本プラモデル部副部長の Q 太郎でございます。はい、今日ですね、Amazon から届きました、出たばっかりでございますね。こちらマックスファクトリーさんの、太陽の牙ダグラムからサバロフニコライフということでございまして、出ましたね。はい、いやー、ついに発売になりました。いや、素晴らしいですよ。これはね、本当にマックさんありがとうございますと言いたいですよね。だってこれ劇中では1話しか出てこないですよ。劇中では1話しか出てこなくて本当に、うん、本当にね、あの、多分出たっけみたいな。でもこのパンチはあるんですよね。この機体がね、こう腕が長くてなんか面白い形なんで、はい、このパンチはありまして、やっぱ子供の頃もやっぱり記憶にはありましたよね。うん、とりあえずこちら早速すぐみ作ってみたいと思います。はい、ではオープンでございますね。はい、はい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 、あー、こうやってなんかすごい鮮やかな色ですね。そしてこれ鮮やかな紫、あ、いい赤ですよ。はい、赤じゃないか、小豆色っていうんですね。はい、このように、入っておりますね。はい、パーツが、そして、パイロットも入っておりますね。はい、パイロット、そして、こちらがキャノピーなんですけどね、ここちゃんと塗ってあるんでマスキングねしなくていいっていうね。はいはい、ポリキャップ、はい、そしてデカールっすね、デカール、そして説明書ということでございました。いやー、いいですね。箱絵がもうかっこいいもんな。うーん、かっこいいですよこの箱絵。はい、というわけで、じゃあ早速どん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 作っていきますんでね。じゃあまずは袋から開けます。はい、組み立てていきましょう。まあ素組みですからね、根元を写す、あ、中までカラーだ、中までカラーでございます。はい、そしてこっちにはね、塗装の参考のやつとかね、はい、いろいろと書いてあるということでございますね。はい、まあもう素組みの手元はいいでしょ。もう、はい、素組みの手元はいいっすよね。素組みキットレビューですから。はい、ではバンバン作っていきます。はい、コックピットが完成でございますね。はい、いいです、かっこいいです、ここまでで。はい、ここはですねちょっと空いてるんですが、ですね、まあ、まだこれからなんであれですけど、おそらくここのパーツで、埋めることもできるし、方針がつくんで、はい、この方針を多分ここに刺すと思うんですよね。はい、でこれね、俺買う前に箱とか見てたら、なんかどっかしゃん絶対合わせ目生まれるんだろうなと思ったんですけど、見事ありませんでした。いいですね、素晴らしいですね、さすがマックスファクトリーということで。はい、ここだけねちょっとね、ここがねプルプルするんですよ。ここがもうすごいで、ちっちゃくて、ここ気をつけてください。これランナーから切り離すとき、こう1、2、3、この6個ですね、これ必ずどっか飛んでいきますんで、私もう一回大捜索してます。もうどっか飛んでっちゃって、で大捜索してやっと見つけました。なんでもうここちょっと暗っで、さらにゲート処理一個ずつ持ってゲート処理しようとしたら、またそれもどっかに行きます。気をつけてください。だからはめてですよ、これでももうはめちゃって、これでまとめてここ擦った方がいいかなとは思いますけどね。はい、もうちょっと結構グラグラするんで、もう極端な話、もうこれはもうあれですね、流し込みでも止めていいんじゃねえかな。うん、ここだって別に塗装しないですね。はい、あのここ一緒の色なんで、はい、塗装する時も別にここくっついてても問題ねっちゅうことで、もう私今ここで流し込みを
剥がして、はい、これでも動かないですから、うん、皆さんももしよろしかったら、はい、ここクリアパーツですね、ここクリアパーツ、そしてキャノピーももちろん、はい、開きます、はい、このように開きますね。これはここがスライド式になってまして、はい、ここがスライド式になってまして、こう開くと開閉しますね。で中にパイロットもしっかりといますんで、はい、このようにしっかりとパイロットも塗ったらもっとかっこよくなると思います、はい、ってな感じですかね。非常にいいです、はい、コックピットの時点で非常にいいです。どん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 次が、足ですね。説明書を取りいきます。足です、足組み立て行ってみましょう。はい、足できましたね、はい、いいですよ。ここがね、こう、はい、こういう足やるとこういう風になるんで、こうやって、はい、わかりますよね、こういう風になります、はい、ちょっとね合わせ目はありますね。ここももの部分とか、まあ、後ろのこことか、あとすねも、はい、合わせ目があります。まあまあこれは消してっていう感じなんでしょうね、はい。さあ次は武装の組み立てということなんで、そこら辺作っていきます。はい、武器できましたよ。ここ武装ですね、はい、こう中が赤いパーツになってますね、はい、でもこう稼働するとこう向き変えて撃てるっていうことですね、はい。そしてもう一つここですね、はい、コックピットのところにつくこの、これもこう稼働しますと、はい、ということで、まあちょっとね、ここもやっぱ合わせ目ありましたね。ここの武装もここ合わせ目があります。さあというわけで、胴体なんですけども、胴体ですね、まあこういう機体ですからできましたできました。で腕はないですから、はい、もうできましたということで、じゃあ組み立ててみたいと思います。はい、ということで完成ですね。はい、こういう感じでございます。はい、後ろはこんな感じですね。でね、この箱絵にいろんなポーズのパターンあるんで、ちょっとこのポーズさせてみましょう。はい、こんなポーズとかね、こんなポーズも撮れます。すごい、片足ですっげーバランスいい、これすごいなかなか片足立たないですよね。鬼のバランスです。こんなポーズも、体を横にグイッとね、体コックピットをね、こうグイッと横に向けるとかね、こういうのもできますね。はい、そしてこのキャノピーが開くというこういう状態もできます。はい、いい、これいい。はい、ということでね、こちらすごくいいキットでしたね。かっこいいですね、すっげーかっこいい。本当にこれを出していただいてありがとうございます。あれですよね、このやつちょっと確認してきたんですよ、ちょっとDVD でちょっとだいぶ前に見てね、ちょっともううろ覚えだったんで、ちょっと確認してきたんですけど、本当に72話だけ出てきて、すっごいジャンプしました。すっごいジャンプして速攻ダグラムに倒されてましたけど速攻でしたねはい、なんかサマリー博士をね、クリンたちが助けに行った時に、なんかこう 2体こうやってなんかこうガードマンみたいな感じでこう立ってた感じでしたね。うん、だから2体買うのいいんじゃないですか。2体買ってこう並べるとなんか劇中の感じができるんじゃないかなと、はい、思います。非常にかっこいい。もうフォルムね、これやっぱ好みあると思うんですけど、俺はもうこのフォルム大好きなんで、はい、かっちょいいです、非常にね、はい。というわけで Not even justice I want to get truth 真実は見えるか。チャンネル登録お願いします。
ルル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 ル